こんにちは、こんばんは、猫ピン仮面でーす。今日はですね、セブンイレブン行ってきてですね、カマンベールチーズスフレ、税込み300円です。はい。セブンカフェゼリーですね。これはですね、税込み226円になります。はい、ゼリーですね。こんな感じ。ちょっと横にできるかな。こんな感じですね。それとですね、ウィーン発祥、サッハトルテ、ザッハトルテですね。はい、税込み329円です。はい、こんな感じですね。はい、今日はこれを紹介していきまーす。はい。はい、それでは食べていきたいと思いまーす。よいしょ。ですね、まあ口コミなんですけども、北海道カマンベールチーズのみを使い、さっぱりとした後味って書いてと、ミルク感を引き立たせるってなんかこうやって書いてますね。あ、なるほどね。チーズがありますチーズ、なるほど、カマンベールですか。そうですね、チーズスプレー。ちょっと食べてみたいと思います。お、ボリュームありますわこれ。なんかすっげー。はい、じゃあ食べていきたいと思います。あ、チーズの味、うんうん、おいしい。うん、おいしい、本当に。うん、美味しいですよ、本当に。チーズの味がと、なんかやっぱりさっぱりしてますね。くどくどしい味じゃないですね。うん、うん、でも量がね、多いですね。これなら値段にこのぐらいしても別に全然、うん、小分けにして食べれるし、いいですよね。はい。で、次はですね、こちらの行きますか。セブンカフェゼリーです。これ、ね、ちょっともう開けてみましょう。じゃあ食べていきたいと思います。この中はゼリーですね。本当にコーヒーゼリーですね、これ。ですよね、本当に。食べていきたいと思います。うん、美味しい。コーヒーのほろ苦い味と上のクリームがマッチして美味しいです。うん、あ、なるほどっていう感じですね。はい。で、次にですね、ザッハトルテ、ちょっと言いづらいですけど、それをちょっと上げていきたいと思います。お、これちょっと言いづらいから行こうか。よし、もうなんかこんな感じですね、本当に。こんな感じ、はい、なんか印がですね、刻印のようなマークですね。見えないかな、こうやったら見えるかな。ね、あのろうそくでよく刻印ポンと押すやつの、そんな感じですね。チョコレートの形ポンしてる。わかります、大体言いたいの。わかんないよね。それですね、あの食べていきたいと思います。あ、なんかすごい、なんだろうすごいな。チョコレートがちょっとすごい、上になんか蜜がかかってる。じゃあ食べていきたいと思います。
すげえチョコレートが濃厚。あ、これ中身までもチョコレートの味が濃いですね。チョコレート大好きな人ならもう間違いないですね。チョコレート濃厚です。はい、今日はですね、カマンベールチーズスプレーと、セブンカフェゼリーとザッハトルテの紹介でした。それでね、またね、バイバイ。